本日はアメリカでの各社レンタカー会社の料金を比較してみたいと思います。どうもドラミです。近頃はですね、ライドシェアサービスもですね充実してきておりますので、レンタカーなしでもですね旅行を楽しめる環境にはございますが、特にですねアメリカではレンタカーがあるとさらに自由度が増すんじゃないかなと思います。ということで本日はですねアメリカでの主なレンタカー会社、こちらですね、ハーツ、ガラー、アラモ、エイビス、バジェット、こちらをですねそれぞれ比較していきたいと思います。検索の条件といたしましては、アメリカのロサンゼルスで3日間車を借りるということで検索をしてみたいと思います。車の車種なんですが、一番コンパクトな車で、あと保険は安全第一ということで一応フルサービスのもの、あとですね、給油なんですが、返却時に給油不要なタイプのプラン、あと追加ドライバーができるプランを選んでみたいと思います。レンタカーを利用するにあたりましてですね、クレジットカード会社などですねいろいろな優待サービスがあるかと思うんですが、今回はですね私も持参しております JAF の優待サービス、こちらを使って試してみたいと思います。それではですねハーツから見ていきたいと思います。こちらですね、JAF の優待サイトからですねエントリーいたしまして、ドル換算で 293.17 ドル、こちらをですね、1ドル110円で計算しますとおよそ 32,250円となりました。そして次はですねダラーですね、ダラーこちらです。こちらで日本円払いですねのプランで選びまして、総額が 24,480円となりました。次ですねアラモ、アラモに関しましては1日あたりが9400円となりますので、こちらでですね3日間で 28,200 円となります。そしてエイビスに関しましてはですね、ちょっと車両の制限がございまして、ちょっと検索ができなかったので今回はちょっと割愛となります。そしてバジェットの方ですね、バジェットでもドル換算で252ドル、こちらで見ますと1ドル110円換算で 27,720円となりました。ということで今回の検索でではですねダラーが一番安い料金となりました。しかしですね、レンタカー会社によってはですね高い料金にはなるんですが、待ち時間がなく素早く車をピックアップできたりとかですね、あと多種多様な車両が選べたりとかですね、いろいろサービスがございますので一概にはですね比較はできないんじゃないかなと思いますが、皆様はいかがでしょうか。今回はですね JAF の優待プランを利用しまして、およそ 10% 程度の割引になったんじゃないかなと思います。他にもですね、クレジットカードの優待などですね、他の優待プランをもしご存知の方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただければ嬉しいなと思います。それでは今日の動画を終わります。ありがとうございました。